はい、皆さんこんにちは、しなたんです。お久しぶりになってしまって本当に申し訳ないです。ここ何日かちょっとインフルエンザで体を壊しててなかなか動画を上げれませんでした。また今日から頑張っていくのでぜひ見てくれたらなと思います。はい、ということで久しぶりなんでいろいろ雑談しながらメイクをしていこうかなと思います。今回やるメイクなんですけど、2017年冬の毎日メイクをしていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、それでは始めていきます。まずカラコンなんですけど、これジーニーガールズのチャチャヘーゼルっていうカラコンを使っています。で、このカラコンだいぶ前にブログでご紹介しているので、またそのブログの記事の概要欄貼っておきます。気になった方はぜひチェックしてみてください。ではまずメイベリンピュアミネラル BB ウォータージェル N ミディアムベージュを塗っていきます。これをする前にもう化粧水は塗ってあるのでこのまま塗っていきます。いやもう本当に休んでる時本当に頭がとりあえず痛くって、なんかもう土曜日違うな金曜日ぐらいからちょっと怪しかったんですよ。実は体調が、私あんまり中学校の頃とか結構部活をやっていて運動をずっとしていたのでそれなりの免疫がついてると思ってあんまり風邪ひかないタイプだと思い込んでたんですけど、高校入ってから全然運動しなくなって多分免疫がなくなってきたんですかね。もう結構体が弱ってるんですけど、体がね弱くなってることに気がつかなくって、もう自分はめったにね熱が出ないって思い込んでいたので大丈夫と思ってたんですけど、その土曜日に用事があって名古屋に出かけたんですよ。でまさか熱があると思わなくって自分で、まあ、ちょっとだるいなと思ってたんですけど熱があると思わなくって、で帰ってきて測ったら38度3分ぐらいあって、いやこれはやばいと思って、でその次の日日曜日に大阪に行く約束をしていて友達と、でそれに向けて頑張ってしおりとかも作ってたんですね。明日行けなきゃ恥ずかしいと思って、もう土曜日にもう8時ぐらいに寝たんですね。8時ぐらいに寝て、でもやっぱり38度3分あったのでなかなかそんなすぐには元気にならなかったんですけど、で日曜日起きて、はい、ザセムのチップコンシーラー 1.5 番です。これよく何番ですかって聞かれるんですけど 1.5 番使ってます。日曜日起きて、でまだちょっとね、まあ、感知はしてなかったんですけど、まあ大丈夫かなと思って行ったんですよ。もちろんマスクして、友達に映さないようにマスクして行って、でも行ってる時は本当楽しさのがかってたんで、もうなんか熱だと思ってなかったんです自分が熱下がったと思ってて本当にだるくもなかったんですよそんなに。だけど最後の帰りらへんからちょっとやっぱり疲れが出てきて腰とか痛くなってきて、月曜日がかかったんですけど行けなくってお休みして、でもなんかそんな病院行くほどでもなさそうだなと思って行かなかったんですね。ちょっとね体調が治らなくて行けなくって、キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーミディアムベージュです。行けなくって、その次の日にそれぞれ病院行っとかないとなと思ってお母さんにその次の日朝連れてってもらったんですよ。でクラスにそのインフルエンザの子が出ていて何人か、熱はなかったんですよ。熱はなかったんですけど頭が痛いのがずっと治らなかったんで言ったら、まあ熱ないしねみたいな感じで言われて、でなんかまあ念のためインフルエンザで検査しとくみたいな、周りにインフルエンザの子いるし念のためしとくみたいな感じでしたら、まさかのインフルエンザ B 型だよみたいな言われて、でも熱ないんですよその時熱ないのにそう今更みたいな、もうちょっと早く病院行っとけばあれだったんですけどね。熱が下がってからねインフルエンザって分かったっていう、そういうオチです。久しくインフルエンザとかかかってなかったんで、やっぱり運動とかしないと免疫なくなるのかなって思いましたね。運動はしといた方がいいですね何につけても。やっと金曜日から学校にも行けるようになりまして、でももう本当に1週間ぐらい行ったら冬休み入ってしまいますもんね。早いですね、もう年末ですよ。もう特にこれといった用事はないんですけど、あ、そうだ、年末にちなんで本当に今日これ木曜日に撮ってるんですけど、
このインフルエンザ治ってっていうか、もうだいぶ熱はもうずっとないんですけど、ほとんどだいぶ頭痛とかも治って、今日は普通に元気だったので。インフルエンザって元気な時期あるじゃないですか、元気だけど学校行けない時期あるじゃないですか。今日それだったんで、お部屋の片付けをしていて、年末の大掃除的な、大掃除とまではいかないんですけど、したので、やっと多分ルームツアーが本当にやっとになってしまったんですけど、ルームツアーをそろそろしたいなと思っております。もうね、本当にリクエストで一番って言っていいほど多いルームツアーの動画を多分近々上げれると思うので、皆さん楽しみにしといていただけたら嬉しいです。でも本当に楽しみにするほどのあれなんですけどね、全然なんかすごいおしゃれな部屋とかいうわけではないんですけど、ちょっとねご紹介できたらなと思って、いろいろ片付けたりもしたので、また待っていてください。はい、で私が最近ね使っているのがこの MAC のクリスマスコフレのアイシャドウなんですけど、本当にこれどれも色味が可愛くてよく最近使ってます。左から2番目の色をとりあえずアイホール全体に塗ります。あ、これエルフのご購入品で紹介したアイシャドウのブラシです。柔らかいのですごい使いやすいです。したら次は付属のブラシでこの右から2番目の色を二重幅に塗っていくんですけど、これは目尻の方から塗っていきます。そうするとちょっと目尻が濃いめのグラデーションになるので、それを意識しながら塗っていきます。そしたら今この色、今使ったこの色とその左隣の色を混ぜて下まぶた全体に塗っていきます。次にこっちのジェリーとエモダの付録のブラウンのフェイシャルアイライナーを使っていきます。これを黒目の外側から目尻にかけて描いていきます。あ、そうだ、年末だしそろそろ初売りの時期ですね。皆さん初売りとか行きますかね。私はいつも行くんですけど、服好きなので、ちょっとエモだかジェイだか迷ってるんですよね。はい、一番右の色を取って、今描いたアイライナーをちょっとぼかしていきます。もうほんと全部可愛いからな、どこのにしようか迷ってるんですよね。1個は欲しいなと思って、こういう細い筆でこのトレを取って下の目尻に入れていきます。したらケイトのラッシュマキシマイザー、本当にこのマスカラおすすめです。マスカラ下地なんですけど、本当にこれはおすすめです。抱えていた のまつげの悩みがこれを塗ることによって解消されます。本当に、はい、こんな感じです。で、これを乾かす間に他にやります。ノーズシャドウはこのいつも、ね、使ってるんですけど、これで塗ります。本当にこのキャンメイクのこのてかこのキャンメイクのアイシャドウ自体はなんかもう欲しくて買ったわけではなくて、スクールメイクの動画あったと思うんですけど、その動画を撮るのにすごいいいなと思ってこれにしたんですよ。で、意外とこれが使えるっていう意外と日常でもいろいろ使えちゃうっていう、意外と気に入りました、このアイシャドウ。なんか今までもそんなに別にノーズシャドウとか眉毛とか苦労はしてなかったので、これは別にノーズシャドウのあれが欲しいとかアイブロウが欲しいっていう感じで求めてはいなかったんですけど、いざ使ってみるとめちゃくちゃ良くてびっくりしたっていう話です。はい、このマックのウォームソール、本当にこのチークもすごい好きです。マックのそのアイシャドウが欲しくって、単色
単色アイシャドウが欲しくって、でその単色アイシャドウですごい可愛い色を見つけたんですよ。紹介したんですけど前にも、アマラスアロイっていうちょっとなんか赤みブラウンな色なんですけど、それを買った時にチークとか何色にすればいいか分かんなくって、どういう色がいいんだろうと思ってて、ハイライトなんですけど、私これ動画で全然あの硬いって言ってたと思うんですけど、なんかこれ爪で削って使うみたいで、あの視聴者さんが教えてくれたんですけど、ツヤ感もすごい綺麗で使いました。結構びっくりしました。爪で削って使うんですよって教えてくださった方ありがとうございます。はい、でそれ戻します。話をのチークの話ですね。そう、その時に何色つければいいのか分かんないんですけどって店員さんに聞いたんですよ。そしたら、あ、こういう色とかいいと思いますよって言って持ってきてくれたのがこのチークで、チークあんまりそんなこだわってなかったし、一個ちょっと買ってみようと思って買って、でそっから結構、ね、使いやすい色だし、どんなアイシャドウでも合うから、どんなリップでも合うし、そっから結構使ってます。マスカラしていきます。マスカラはメイベリンのボリュームエクスプレスマグナムビッグショット01のブラックです。このマスカラ本当にドバってついてしまうので注意なんですけど、この辺でしごいてしごいて丁寧に塗っていけば全然使えるマスカラではあります。リップはこれに結構いろんなリップつけたりしてるんですけど、今日はちょっとその中でも結構つける頻度が多いなっていう感じのビューティーコテージっていう、以前紹介したんですけど、それのナンバー9番をつけていきます。本当にこのリップすごい可愛い色味なんですよね。2個あるんですけど、ナンバー9とナンバー7が本当にどっちも可愛い色味で、とても塗りやすいし、ちょっとブラウンがかっているっていうのがまたツボです。はい、こんな感じで完成しました。いつの間にか、はい、完成しました。はい、私の最近の、毎日やるってわけではないんですけど、最近よくやるメイクはこんな感じです。どんなリップにでも合うので、このメイクをして口だけちょっとその服装によって変えたりとか結構することが多いです。はい、もう本当にもう鼻声っていうのもあるし、すごい私が滑舌悪いのもあると思うんですけど、とても聞き取りづらかったと思うんですが、最後まで見てくれてありがとうございました。ではでは、よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。